旦出ましょうか。暑くて死にそうじゃ。あ、マジで飯痛むの？あー、これか、腐った食材ってやつか。なるほどね、そういう腐る。あ、こういうことできるのね。それなりに水を張ったぞ。はいはい。これってなんなんやろね。あ、調べれる。妙な穴があるぞ。中は空っぽじゃ。ああ、まあ、とりあえず今はできへんってことか。なんかさ、これ雑草？あ、抜こう抜こう。こういうのは抜いちゃおう。多分抜かなあかんねやろうな。はいはいはい。なんか稲が育ってんのかと思ったらこれ雑草か。これも雑草？抜くって出んのやめてくれへん？え、違うわ。これ雑草か。雑草があったんや、ちっちゃい。ちなみにさ、なんか肥料めっちゃあんねんけど。水は足首が浸かる程度で良いでしょう。苗が新たな土に根付くまで優しく見守るのです。ああ、なるほどね。で、肥料がさ、あるんですけど、これどうにかできませんかね、これね。肥料としての使い道が残されておるぞ。ああ、まあ、じゃあ、まず肥料っていう概念がとりあえず今んとこにないって感じか。じゃあ、飯、残すっていう考えはあんま持たんでいいかもね。結構余すことなく使っちゃっていいかもしれんな。まあ、つくしとか少ないから、ちょっと献立てもしっかりと考えとこうか。なんということじゃ。食材がもう腐ってしまったわい。食べ物腐る仕方ないです。豪華な飯よりもまず保存食を作るべきかの。お日様に肉干すどうでしょう。なるほど、白干しじゃな。やってみるかの。おお、うさぎ肉。あ、腐っちゃったもんね。ま、食材取ってきましょうか。じゃあここを一回やって、まあ粘土とかもここで手に入るかな。ん、あの壁はもろそうじゃな。この岩をぶつけていれば崩れるかもしれんの。武器、胴抜きを設定し、石に当てましょう。あ、そういうこと。あー、なるほど。あ、これ、そういうやつあったんですね。あー、なるほど。あー、これはあるあるある。あるね。はいはい。つかみ後にあれできるってことね。まあ、今、わざ胴抜きしかないと。あー、なるほど。こういう技があるのね。なんかメーター減ったけど、大丈夫？あ、石材手に入れた。いいね。なんかすげえゴロゴロいってんねんけど大丈夫？で、お腹も結構増えてるね。で、ドーン。はい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 。いいね、いいね、いいね。OK。石材があと4つか。石材が手に入るところがあればいいんやけど。おー、いいね。気持ちいいな、これ。よし。獣の糞。はあ。お、いいね。兵所。この辺も、なんか、これさ、あー、なんか覚えれるとかではないのか。はい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 。まあまあまあ、その辺はまたおいおい、わかるかな。とりあえず、こいつらを。うりゃー。あ、飛ばせるのいいね。飛ばせたことで相手にね、さらに追加ダメージが与えれる。これめちゃくちゃ強いぞ。その代わり何かゲージ使ってるから、もしかしたら空腹ゲージとか減りやすいかもしれんな。あ、しまった。なるほど。ちょっとあの石持ってくるか。いいね、いいね。おう、イエー。石材が、ん、探索目標達成、採掘ポイントを発見する。ああ、なるほどね。別のやつか。あと、木材3つか。木材じゃない、石材3つか。結構厳しいな。オッケー。これはまあ別にあれか。よし、行ってこーい。オールイエー。まあ無理に使うものでもないか。ちょっと石材自体が欲しい。ああ、でも、持っていきますか。オールイエー。いや、思ったよか飛ばへん。思ったよか飛ばへん。あー、待て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 。そう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 の。バカ野郎お前、何してんねん。マジかよ。これ壊されへんかな。あ、無理やわ。また石持ってこなあかんか。どっかにあるかな。いやー、ないわ。
さすがにあれを上に上げるは無理やろうから、あそこになんかある。いや、こいつら上に上げるも無理やな。くっそー、あのつづら取られへんか。まあまあまあ、またちょっと次来た時に回収しましょうか、あれは。いや、ミスったなー。ただ、ここにも、危ねえ、うっけー。なにこれ、うつろいの粉？なんや、うつろいの粉って。いやー、悔しいな。まあまあ、一個、勉強にはなった。まあ、あれのせいでね、石材も取れ、じゃ、これ難しいね。石材もね、取れるからね。おれいやー、これは強い。強っ。お、肉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 をよこしやがれ。うん。良いね。お、新たな場所に行けるようになった。で、これらのが回復するのはちょい先になるのかな？もしかしたら。一日またがないといけないとか、なんかそういう制約があるのかもしれんな。あ、あの石持ってこれるかな、ワンちゃん。いや、ちょっときついか？いや、ちょっときつそうやな。いった！ナイス！いいね、いけるもんだね。オッケーオッケー。これで、落としつつ、あ、いいね、いいね。おりゃ！当たった！あぶね！当たらんかと思った、今。よっしゃー。完璧じゃないですか。進化の仕込みか。ふんふん。とりあえず、まあ、これで OK かな。一旦帰って、あ、で、一回ちょっとこっち一本道か。あ、バンガ道っていうところね、開いたね。ここ、ああ、でも、あと、石やからな。石材。そう、石材。あ、でも、ああ、違うな。これ、木材ではないか。こっちも石材手に入るし、ちょっとこっち行ってみるか。ん？この床から出てるのはなんだ？えっ？え？罠？ああ、でも、ああ、でも石材手に入る。あ、でもダメージは入るな。ちょ待って。え、これどうやって壊すん？あ、ダメや。もうなんかあんま触れんとこ。死にかけてもだ。あ、でもお腹空いてるから自然治癒ももうないか。あぶね。あ、ちょっとこう危険やな。もう集まったから帰るか、一旦。表が危険や。ちょっと一回試しに一日またいだらこっち復活してるかだけ確認してみようか。あー、いや、そういうわけではなさそう。あー、いやいや、復活してる復活してる。いいね、いいね、いいね。あ、でもこれは復活してないな。植物とかは復活してるけど、石はそうでもないんか。まあまあ、一旦変えるか。植物とかいけ、石とかは結構時間かかるんかもね。もしかしたら復活するのに。一回切りってことはないと思うんやけどな。じゃあ、これで干し肉を多分作れるようにはなって、うわー、雑草生えとる。この雑草どもめ、根っこから駆逐してくれるわ。オッケー。おい、クワッパ。んだべ、おなばす。必要なもんは全て揃えてやったぞ。わしは火事場の作り方など知らんから、あとは足雲と勝手にやるがよい。おいらの神様、本当なんか都合のいいやっちゃな、こいつ。お調子者め、今に見ておるよ。まあまあ、いいキャラはしてるね。でも見てみろ、これがおいらの火事場だ。お主がどれだけ働いたか疑わしいが、とりあえず大したもんじゃ。約束は約束だ。おめの道具ちゃんとこさえてけっからな。木を大きくするにはちと早いのではないか。まあまあ、これのおかげで結構何かしらはできる可能性はあるね。助かる、助かる。もう一回なんか覗いてみますか。ああ、もう早速やってるやん。すごいな。新しい素材ば見つけたら何でも持ってこい。なんか思いつくかもしんねえから。作るかよ。はいはいはい。石材と木材がいるのね。ああ、まあまあ、この辺は今持ってないからどうしようもないわ。ご飯持ってきたよ。肉を取ってきたぞ。早速火に当てて白干しを作るのじゃ。ああ、お疲れ様です。加工品を作る。何か作るですか？作るですよ。じゃあこれと、ああ、これ作ります。で、これも作ります。OKOK。
んで、余ったから、余ったので、うわ、豚肉の白干しとかは、まあまあ、一旦いい。この、炙り肉ね、こっちちょっと余っちゃったから、これ作りましょうか。で、時間まだあるな。せっかくやから、なんか、取れるだけ。体力は回復してるから、一旦、バンガード、行ってみるか。一旦行ってみようか。これは多分壊すためにはまたなんか別のものが必要になる可能性があるから、一旦無視でいいかな。おれ。おいし。ほんでけこれそうね、直接当てたりしたらいけるかもね。そうかそうか、ああやって敵を直接当てることで、あそこ壊すこともできるってことか。飛ばせる岩があるんやったらね、さっきの入り口のところも、てか夜あ、敵も強なるんや。あ、ほんまや、ちょっと強なってる。あ、やばい、これちょっと家に帰ろう。思ってた以上に強なりよるわ。まあ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 、収穫はあった。また雨降ってる。よう降るなぁ。よっしゃ、飯にして寝ますか。疲れましたか、さくな。休むとき、見る手に話す、いいです。蔵の中を見るね。あ、麦、消費は無限。あ、これあれか。腐るまでの日数的な感じね。だ麦と、ウサギ肉。でも麦ももうないぞ。まずいな。いただきます。いただきます。いや、でもうまそう、うまそう、今回は。それにしても、主審であるカムヒツキさんは何故にこの鬼島をご所望になるのでしょうな。まあ確かにそうだね。わざわざ島を欲しがる必要性はあるのか。ほだな。おらは鬼が出る島なんか、チョペットも欲しくねす。たまじいは何か聞いておるのか。それが頭にもさっぱりですわい。この離島は複雑な海流に阻まれ、地勢的な要衝でもなく、これという資源もありませぬ。その上限りなく湧きいずる鬼や都に服従せぬ足蜘蛛族までおる始末じゃ。多大なる労を払ってまで手に入れるほどのものか。たけりび様もよくお首をかしげておられました。うん、どう掘っても面白くない話しか出てきそうにないことだけは分かった。この鬼島に何か隠されていようがわしの知ったことではないが、直を出されてしまったからにはやらねばならぬのじゃろう。はあ、めんどくさいの。うまくごまかしてどうにか都に帰れんものか。もう少しシャキッとしろ。おいらたちはおめば命預けてんだ。人の子の身がどうなろうが、それこそわしにはどうでもよい話じゃわい。なんせや、ご飯時喧嘩良くないです。おひいさまもお気をつけなされ。この狭い峠で仲違いは先も面はございますぞ。はあ、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。まあ朝まで休んで、まあ傷んじゃうわけね。おお、もう何やら力が湧いてきたぞ。新た起こし、新しい武器を覚えられたようですな。そうか、稲があるほど育つと技が覚えられるというわけか。おそらく稲の育ち方に応じて習得できる技が変わることでしょう。それが大抵の農場心のありさまでございます。大抵のとは何じゃ。わしはもっと偉いぞ。お気をつけなさいませ。武器は装備せねば使えませぬぞ。はあ、主を堂々と無視か。なかなかやるではないか。はい、というわけで、まあ新しい技も覚えましたが、まあ今日はね、ちょっとキリがいいんでこの辺で終わりにしましょうかね。というわけで、まあどん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 いい感じにね、進んできておりますが、まあこの先どんだけ話が進むのか、あと米がしっかりとね育つのかっていう不安はありますけども、まあめちゃくちゃ楽しいわこのゲーム。早速ハマってきてますね。
それでは、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。ではまた次回の配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。